さあ皆さん、東京理科大行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、八段落で設問形式はこういう感じになっております。皆さん、問題数が17問もありますので、さすがにこれをちょっと全部やってるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまいますので、最初の12問これをご覧いただけると、解き方とか問題のレベル、それが理解できるかと思います。ですから最初の5段落ですね、これを一緒に見ていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、第1段落でございます。こちら注釈と、そして問いの一番の設問の指示ですね。それを一読していただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、こちら空欄一番に入れる選択肢はこれでございます。検討していただけると嬉しいかと思います。皆さん、これはウッドビーの言い換えがありますよね。もちろん注釈、アスパイアリング、熱望。これでいけると思いますよ。もちろん正解は4番ですよね。モチベイティッド。もちろんモチベーションというイメージでよろしいかと思います。つまりやる気がみなぎってるんですよね。つまり熱い気持ちと言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、1番ミステイクは過ち、2番ミックスとは混合、3番モディファイドは修正するですよね。ですからやはり正解は4番ということで問題ないかと思います。さあ、続いて問いの2番でございます。こちら並び替えていただけるとよろしいかと思います。です。まずいけそうなのは空手の左側、カムズですよね。ここからあの熟語を作り出すことができるかと思います。もちろん、カムズアップウィズ。うにゃうにゃを思いつくという熟語がありましたね。で、もちろんウィズは前置詞でございますので、後ろは名詞。ですからその後に、あ、ソリューションですよね。そして最後に残った選択肢、スペリアートゥ。うにゃうにゃよりも優れていると。これをつなげていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら注釈と問いの3番の設問の指示ですね。一読をしていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、下線部3番の選択肢はこちらでございますので、検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、もちろん、クワイトアフィーと言われたら、かなり多くのという意味の熟語でよろしかったですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。で、もちろん多いわけですから2番のスモールと3番ノットメニーですね。これだと少ないになっちゃいますからね。そして4番はトゥーが余計ですよね。さあ、続いて今度は空所4番でございます。選択肢こちらでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢の中に関係代名詞がありますので、空所の右側の文型を確認してみました。そうすると皆さん、 could do 他動詞でございますので、 SVO ですよね。つまり第三文型で完結しております。で、その段階でダメそうなのは3番 what と4番 fitch ですよね。2つとも関係代名詞でございますので、この後ろは不完全、つまり主語がなかったり目的語がなかったりと、そういう文章が来るはずでした。ですから今回は×ですね。そしてあとは1番か2番かということですが、皆さん、空所の左側確認しますね。もちろんビルドはうにゃうにゃを建築する、構築するということでございますので、他動詞。ですから後ろのアトミックボムが目的語ですよね。ということは皆さん、ここで文型が完結しておりますので、その右側は M、 就職語ですよね。で、もちろんその時の品詞は副詞ということでよろしかったかと思います。で、その観点から1番、2番いけそうですね。もちろん副詞の働きをするのは1番、before ですよね。で、皆さん、2番の how は名詞ですからね。ですから1番で問題ないかと思います。さあ皆さん、第3段落前半でございます。こちら下線部5番の問題、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、アスームと言われたら当然だと思うという意味でよろしかったかと思います。ですからそれに一番近い選択肢と言われたら、一番のビリーブですよね。思うわけですから問題ないかと思います。で、皆さん、2番のチートは騙す。3番パスウェイドは説得する。で、4番リジェクトは拒絶するということでよろしいかと思います。さあ、続いてこちら空欄6番でございます。選択肢この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。もちろん正解は3番の4ですよね。
ウニャウニャに向けてのディマンド需要ということで問題ないかと思います。さあ続いて下線部7番でございます。選択肢こちらの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。でもちろん considerable かなりのということでたくさんというイメージでよろしいかと思います。ですから大量という意味の2番でよろしいですよね。で皆さん1番のファーであれば空間的な話ですからね。そして3番はオブの位置がまずいですよね。あ、ロットオブということでよろしかったかと思います。そして4番プリッティは今回アマウントという名詞にかかっておりますので形容詞、その場合は可愛いということでしたね。ですからやっぱり2番が正解ということでよろしいかと思います。さみさん第3段落後半でございます。こちらクラン8番、こちら選択肢ですからね、検討していただけるとよろしいかと思います。皆さんこれ最大のヒントは後ろの from A to B ですよね。もちろん A から B までということで様々な範囲を表しております。でそういう選択肢と言われたら4番のレインジですよね。様々な範囲にわたるという意味でよろしかったかと思います。で皆さん1番アレンジは整える、2番ディファーは異なる、3番オーガナイズはまとめるですよね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん第4段落前半でございます。こちら設問の指示と合わせて一読をお願いいたします。さあ皆さん選択肢こちらでございます。検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん下線部ですが、まず音楽の複製ですね、それは高くなかった、それはエジソンのリストですね。で何のリストかと言われたらプライオリティ、優先順位の一覧リストですよね。その中で音楽の複製は高くなかった、ですから一覧の中でも低い方にあったんでしょうね。ですから選択肢1番のように didn't have any interest、 全く興味がなかったというふうに全否定しているものは×ですよね。ですから同じく2番の never も全否定ですよね。そして3番は did not include、 まあ含んでいなかった、含んでますよね。ですから4番が正解ですよね。まあこれだったらあまり興味がなかったということですから優先順位はかなり低いと、そういうことで問題ないかと思います。さみさん第4段落後半でございます。こちら注釈ございますので一読をお願いいたします。さみさんこちら空床10番でございます。選択肢この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さんこれは空床の右側に another few years、 さらに複数年と、つまり数字にまつわる表現がございますので、正解は一発で with in ですよね。うにゃうにゃ以内にということで問題ないかと思います。さあ皆さん続いて下線部11番でございます。選択肢この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。でもちろんリラクタントリーと言われたら渋々いやいやですよね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。で皆さん1番ケアフリーは注意深く、2番デライトフリーは喜んで、で3番シグニフィカントリーはかなりということでよろしいかと思います。さみさん最終段落でございます。こちら空欄12番、選択肢こちらですからね、考えていただけるとよろしいかと思います。でもちろん空所の左側にディスサティスファクションがいますが、これの肯定サティスファイですね。で実はそのサティスファイと言われたら後ろにつながる前置詞、あれですよね。ですから4番 with が正解ということでよろしいかと思います。もちろん satisfy ときたら with、 それの否定 dissatisfy でも with で OK ですからね。さあ理科ではお疲れ様でございました。もうほとんど全てがですね、単語力、熟語力、それを聞いている問題でございました。そして先ほど出てきたもの、ちょっと書き出してみました。ですからどれも押さえておくべき単語熟語でございますので、もし知らないものがあればこの後ノート取っていただいて、ノート取った後はこれですよね、赤シートで隠してスラスラ言える、それは頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで今日も頑張っていきましょう。